日本で2番目に実が多い心霊スポットなんです。うわ、見つけちゃったよ。もしもし、切られた。セガタンじゃん。え、こ、待って、え、めっちゃあるじゃん、めっちゃあるじゃん。こわ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 。てかなんか、え、ほら、え、もうやめていいもん。マジで気持ち悪くなってきた。すげえ涙目になってる。ホラーナイト ST スタジオ。出張ホラーナイト北陸編ということで。北陸ですね。意外と行ってないんだよね、まだね。そうだね。今回行く場所はですね、福井県にあります。東尋坊。こちらはなんとですね、日本で2番目に、実が多い心霊スポットなんです。マジで？本当は、マジで？だけど、ここに今、車止めてるんですよね、東尋坊駐車場に。今、警察来て、観光ですか？みたいな。まあ、観光です、みたいって。あ、じゃあ大丈夫です、みたいに言われて、実が多いっていうのは聞いてたんで、だからパトロールですかって言ったら、あ、僕らはそうなんです、みたいな。はい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 、警察がもう動いちゃってるのやばいよね。いや、やばいよね。何がやばいのかちょっとよく分かってないんでね。まあそうですね。はい。この場所の詳細ですよね。はい。それを話していきます。はい。そもそも東尋坊ってどういう場所なのかっていうと、うん、崖だね。あ、崖？そう。あ、もう海岸だもんね、すぐそこが。そう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 。どれぐらいの人が実際しているのかっていうことですよね。30年間で623人が、ここで身を投げています。桁やば。そして地元の人たちの間ではもう有名な話なんだけど、うん、東尋坊って、する気がなくても、崖の端っこら辺で立ってるだけで、海に引きずり込まれるような錯覚に陥るらしいんですよ。霊的もあるだろうけど、さすがに。まあ引き寄せみたいなね。うん、だからね、結構未だかつてないぐらい、怖いですよね。そうだよね。心霊スポットが怖いとか怖くないとか関係ないもんね、そこに関しては。どんな人がそうなるか分かんないもんね。そう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 。そして東尋坊の近くに電話ボックスがあって、うんうん、その電話ボックスでも心霊現象っていうのがよく起きるらしいです。へー、出ました。電話をこう耳にかけると、女性の声がするらしいですね。へー。俺がね、まあ大学生ぐらいの時、まあそういう心霊が大好きな先輩から聞いた話なんだけど、うんまあ、東尋坊の電話ボックスで、こう電話をかけると、その人が、うわーっつってもなんか狂っちゃうんだって。かけた人が？そう、かけた人が狂っちゃって、で、もうそのまま海の方に向かってもう、ダッシュして、うわ、怖っ！飛び込んじゃうらしいのよ。そして、その電話ボックスには、よくその、が多い心霊スポットの近くの公衆電話って苦しかったらここにかけてくださいみたいな。あるね、あるね。そういうのあるじゃないですか。それの番号もあるし、うん、すぐかけれるように小銭もそこに置いてあるらしいです。うわー、もうなんかもう信憑性しかないわ。そんな東尋坊なんですけど、マジでやばいエピソードもう一個あって、本当に最近の話で、ある YouTuber が東尋坊を生配信みたいな感じで、はい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 、こう歩くみたいな、うんうん、そういう配信をしてたんだって、うん、そしたら崖の下から女性が助けてって助けを求めていたらしい。マジで？その声が2人だったんだって。お、女性2人、うん、でいざ見てみたら1人だけ女性が、うん、実際にいたらしい。あ、マジもん？そう、人間？マジの女性。だからそれあれじゃない、身投げしようと思ってなくて引き込まれちゃった人が落ちちゃったんじゃない。だって助けてので崖の下っておかしいもん。いや、おかしいよね。だってそんなところにね、なんでいるのっていう話だもんね。え、やばっ。実際その心霊の配信者の方が警察に通報して、その女性はなんとか救出されたっていう。やばっ。まあ冷凍はもう SSS ぐらい言っていいでしょ。 S4 つじゃないですか。 S4 つです。予想レートが、うん、いやだってもう過去一だろ。いや、もう行く前からもう心臓バクバクだ。1ミリも気抜かずにね。はい。もう撮影やりましょう。おぉおぉ、なに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 、フォーフォーって。うわ、びっくりした。なんかゴリラの雄たけびみたいな。ウォーウォーみたいな。どういう声なのマジで。嘘でしょ。右後ろらへんな。じゃあ、ちょっと、行きますか。はい。本当に柵とかなんもねえな。
マジでちょっと声とか聞こえても、うん、ちょっとみんな慌てずに行こうね。いやそうだよな、本当にシャレにならないからさ。マジで冷静でいないとやばい。右がとりあえずあれだよね、今崖だよね多分。そうだね、見えてないけど、まあ行けそうなとこまで行くか。そうだね。あでも意外とゴツゴツしてるだけで平らっちゃ平らだな。うわ怖っ。え、なんかうなってる。ちょっと待って、今聞こえたよね。いや聞こえたよな、聞こえたよね、うなってたよな。そうだよね、完全にって。多分ターボがカメラ向けてたんじゃない、そっちなってた方。そうだね、うん、こっちら辺だよね。うん、まあ男性だな。だね、多分男性。だいぶうなってたけど。低かったな今の。ほら絶対下から喋ってね、聞こえない？ほら言ってるよね、絶対言ってね。あー言ってる言ってる言ってる、がっつり聞こえた今。言ってるよな。てか普通に俺話し声に聞こえんだけど、うなりじゃなくて。スピリットボックスやってみる。やってみるか。もう話がすげえ聞こえ、なんか通った、白っぽいの通った。スピゴやってみようか。やってみよう。うん、近くに誰かいらっしゃいますか？僕らの周りで話してませんか？この場所にたくさんの方がいらっしゃるんじゃないですか？うわ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 、嘘だろ。めちゃくちゃ笑ってただよな。男完全に笑ってたよな。笑う前になんかちょっと喋ってから笑った。ああ今のはもうさ、疑いの余地ないよな。うん、もうおかしいだろ、あの声質は。まああれか、たまにはこういう前からの映像も。うん、やばいやばいな、今やばかったよね。俺多分気づかなかったの、だいぶで。先なんかこっちから聞こえた気もする、こっちから聞こえた気もする。しかもターボくんってやなかった。はぁ、マジで言ってんの？今やばかった。え、いや俺わかんないんだよそれ。え、今聞こえてんの？もうがっつり。え、今やばかったぜ。そのよく聞こえてる男性の声みたいな。いや、なんてか、わかんない、ワンチャン女性。ターボくんって聞こえたけど俺。いや怖すぎだろ。マジでマジで。はぁ、お、マジ呼ばれてるやん俺じゃ。いや、やめてくれよ。え？うわ、おっ、うわ、見つけちゃったよ。ちょっとちょっとマジで意味わかんねえとこにあんだ。東尋坊の近くに電話ボックスがあって、その電話ボックスでも心霊現象っていうのがよく起きるらしいです。すぐかけれるように小銭もそこに置いてあるらしいです。うわ鳥肌やばい。なんでこんなとこにあんの？めちゃくちゃ怖い。ちょっと海岸だぞ。いやそうだよね。うわ絶対あれが。なんで？ちょ待って。うわ俺も全然心の準備できてなかった今マジで。てかもうもはや忘れてたわ、こんなとこにねえと思ってた。いやそうだよね、見落としたのかと思った。そうだよね。じゃあこっから先なんじゃない、やっぱ実施しちゃう人多いの。だってここにお金準備してるわけじゃん。あれに小銭が置いてあるっていうことでしょ、うん、わけだよね。え本当にあったら結構マジやばいけどな。えちょっとさ、わかんないけどさ、うん、頼むじゃない。なんかマジだ。うわ、置いてる。ちょっとアップしてわかるかな。ああ、わかるわ。アップして余裕でわかる。いや、マジか。ちょっと開いてるし。いや、ほんとなんかちょっと開いてんじゃん。なんで？わかんねえ。マジでわかんねえ、これ。じゃあ、ちょっと俺から入ってみようかな。一人で行く？まあ、広さ的に二人同時に入れないもんね。
一人ずつ見てみよう。ちょっと見てみます。入ってみます。あれ、うわマジだ、うわ本当じゃん、お金置いてあるわ、うわ本当なんだ。ちゃんとねこういう本とかもさ置いてだってね。ほらこれが警察署の電話番号でね。あ、なるほど、こういう新約聖書とかもあるんだ。やばい、本当に10円あった。噂通り、噂通り。ちょっとやりたくない検証します。ちょっと待って、いいのかな本当に。電話をこう耳にかけると女性の声がするらしいですね。東尋坊の電話ボックスで、うん、こう電話をかけると狂っちゃうんだって。電話かけて電話口から女性の声聞こえたり、電話した人がバグったり、やるしかない。俺まだ行ってないんで、見てもないんで行ってきますよ。え、もう電話やるってこと？そう。うわ、え、もうそんな感じでできんの？だから普通にその状況を見てみたいっていうのある。オッケーオッケーオッケー、じゃあオッケー、やる、はい、やるよ、やるけど、はい、俺とケイトで近くら辺で見張ろう、うん、そうしましょ う, う、そうだよね。俺もうちょっと正直もう怖いからさ。確かに崖側の方行っててほしいかも。だって俺崖側に走ってくるでしょ多分、やばくなったら。そうだね、だからこう止めてもらえるよ、うん、だからここに電話ありますよね、うん、でこの向こうが崖ですよ、うん、だから走るとしたら多分向こう側に走るんですよ。面白おかしくなっちゃったら、だからここら辺でもう、そうだね、もう待機してます。そうしましょう。うん。いやー、じゃあちょっと気をつけて本当に。いやそうだね。気をつけるしかないけど。うん。本当気をつけてよ。いや本当気をつけますよ。もうおかしくならないでよ。おかしくならないですよ。まあおかしくならないでよって言っても不可抗力かもしれんけど。そうだよね。コントロールできるか分かんないよね。もうだとしたらもう、もう死ぬ気で止めような。ちょっとなんか伸ばせば伸ばすほど怖いんでちょっと行ってきます、はい、やっぱお花あるんだ。よいしょ、あーこれが聖書ね。それでは早速電話していきたいと思います。もう電話かかってます。もしもし、え、電話切られた。で、あ、来ました。あれ、すぐ切れちゃった。電話切られたぞ。もう一回ちょっとかけ直します。よし、かけてます今。もしもし、もしもし、切られた。ん、すぐ切れちゃう。誰と喋ってんの？誰と喋ってんの？え、怖い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 。え、どういうこと？待って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 、今の電話俺だって3回ぐらいかけてさ、パボ出たと思ったらピープープープーってなっちゃう。そうなの、それだけなんかわけわかんなかった。うん、まあ残り進みますか。そうだ、は、え、手形あんじゃん。え、こ、待って、え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 、いやいやいや、は、は、なに、は、いや、なに、手形、手形でしょ、これ。え、なになになに、え、これ手形でしょ。は？え？え？やばいじゃん。え？ここにもあるし。え？おーおー、てかめっちゃあるじゃん。めっちゃあるじゃん。うわ、決まってる。怖怖怖怖。てかなんか。え？なに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 ？え？ほら、え？あかん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 。ちょっと待って。冷静だろ。ちょっと待って。ちょっと今のやばい。俺やばいこと気づいてるけどいい？そもそも、ちょっと一つ一つ言っていい？うん、俺一回こうなったじゃん、うん、人走ったように見えた、ここに、うん俺もうやばすぎて、ちょっと待って待って、声に出なくて、なんかいる、あれ、え、待って、あれ誰、今怪獣弁当みたいな、待ってね、うん、うん、
あ、あれ展望台じゃん。あ、展望台か。あ、びっくりした、うん、びっくりした、びっくりした。え、てか、てか、なんか今いた、下。え、人がいたってこと？違う、なんか言ってる。いや、見えたわけじゃない。なんか言ってる。あ、言ってんの？違う、この手形はもう、これ、こ、あ、これめっちゃわかるわ。あー、わかるね。うん、あー、わかるわかる。手形。こっちもね、一応左手みたいのがあって。こっちでもなんか手の大きさ子供なんだよ。ここが手のひらで、あ、確かにちっちゃい。そう、指みたいなのあって、こっちもでっかいの。もう完全にここだよ。え、これ何？道あん、うわ、あんのか。ああ。もうだって電話あってもうまっすぐでこれだもん。で手形もあるもん。もうおかしいもん。てかもう現象集中しすぎここ。確かにここやばいね。ああ。ああ、でも俺は多分もうこれじゃ進むなっていうロープだ。そうだよね。っていうことはだよ、本当にここの場所付近で見投げてるってことはない。だよな。でもこの先でも行けるんだよな。あ、やべえ。あ、やばいやばいやばい。もう完全アウト、これ完全崖や。うん、いやもういいよ、いい、言い方っていい、言い方っていい、いい、もういい。じゃあここでストップする。ここはもう完全に崖だ。うん、こっからもう、あ、これしかも結構高えわ、ここ。ここやべえわ。いや、やばいよ。あ、だいぶ高えわ、ここ。俯瞰で見たら、うん、超端っこにいるよ、今。多分相当端っこだね、これ。で、ほんでクソ高いしね。うん。ここさっきの位置より全然高いよ。なんかここな気がすんだよな、もうもはや。いや。から飛んでない？ここだね。うん。だってここだけだよ。うん、これ以上進むなっていうロープがあったの。そうか、そうか、そうだね。うわ、それじゃん。あ、もうここだよ、もう。ここでじゃあさ、一人がもう怖すぎるから、うん、3人で暗闇タイムやってみようよ。そうだね。うん、じゃあ一人怖えや。ってか普通に止めるやついないとこの現場は危ないよね。うん、そうだね。長くいると頭おかしくなりそうなんで。そうだね。もう短いんですけど、ちょっと5分ぐらいでやりますか、うん、じゃあやろう。じゃあ今から5分間、はい、暗闇の中で待機して周りの音に耳を澄ませましょう。はい、じゃあ電気消してください。します。はい、これも正真正銘真っ暗です。今暗、マジで暗いな。ちょっと一回黙ってみる。うん、ちょっと待って、黙れないわ。あっちさ、ずっと見ててみ。うん、なんか急にもう向こうがない感じするじゃん。うん、あっち見てるとマジで頭おかしくないぞ。あ、分かる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 。ね、確かに。え、何この感覚。ね、しかも結構俺もうちょっと距離あったよね、崖まで。そうだよね。なんかもうすぐ目の前が崖な感じがするというか、なんかバグってくるな、うん、てかあっち見ててやばいわ。ちょっとあっちにカメラ向けるか。映んないんじゃない。あ、一旦見せる。うん、ちょっと分かるかな、この感じ。なんかやばいよね。映んなそう。まあそうだな。多分俺とタツキが感じてる違和感は多分この画角では伝わらないとは思うんだけど。うん、一瞬ライトつけてみる。そうだね。つけてみようか。全然見え方違うんだけど。あ、全然違う。分かる分かる。もうこれはもうカメラでも分かる。こうなると、うわ、もう目の前だもんな、崖。怖くてしょうがないけど、うん、でも絶対現象入るだろうから、もうちょっと耐えてみるか。そうだね。足音、うん、聞こえなかった今。うん、分かんなかった。結構なんか速いペースで歩いてた感じの音が聞こえるな。後ろ？そうだね、後ろだね。
なこれ。なんかうなりっぽいのも聞こえる。うなりか。足音すごい聞こえんな。ちょっとなんかやっぱ。あ、今足音聞こえた。あ、聞こえた。うん。やめていいもん。マジで。うん。気持ち悪い。気持ち悪くなってきた。うるさすぎる時あるたまに。いやそんなことは絶対ないって。やばいやばいやばい。ちょっとやめよう。やめます。やめようやめよう。ちょっと気持ち悪いやん。いやお前走ってる人の見てからじゃない。なんか走ってる感じじゃないんだよな。早歩きとかなんか走りとか。いや全然聞こえないそんなの。ちょっと一旦車まで戻ろうか。そんなに。うん、マジで。ちょっと気持ち悪い。戻りましょう。まあ、ちょっとやばそうだから戻るか。やばい。やばい。ちょっとやばいな。お前てか目やばいな。すげえ涙目になってる。気持ち悪いもんなんかマジで。マジで。うん、うわちょっとやばそうだ。マジでやばそう。戻ろう。戻るか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あー大丈夫ていうか、なんで涙目だったの。あんまりその感覚なかったけどね。いやなんかめっちゃ気持ち悪かったんだよな。なんか例えばさ、こう寝ててさ、うん、上の階の人がすごい歩いてたらさ、うん、もうちょっともう煩わしいというか気持ち悪いみたいな、はいはいはい、そういう感じあるじゃん。あ感覚としてはなんかその感じに近いんだよな。なんかへー、とにかくもう歩いてる音がもう聞こえまくって、もうキモいみたいな。俺は全然1回ぐらいしか聞こえてなくて、この映像見た時に本当に聞こえてないんだったらお前相当やばいぞ。まあそうだよね。だって俺現場で全然聞こえてないもん。ケイトも聞こえてないって言ってたし、うん、あとさ、あの手形見つけたところやばかったな。いやもうそうなのよ、それもやばかったよ。なんか一気に来たよねあそこね。うん、俺ら複数人でこう声かけながらができたけど、うん、一人だったらあの先を越えた瞬間もう無理なのかもしれないっていうラインかもね。うん、狂ってしまうのもちょっと裏付ける話だよな。実際ね、行ってみて分かったけど。そうだね、なんか異様な空気感はある。てかもう普通に他の心霊スポットと違うかもしれない。やっぱその辺の感じが、ああいう感じ方をしたことってあんまりないな。リベンジとかでみんなで行って、うん、今度は一人タイムやるとかいう気にもならない。ならない。うん、てか一人は危ないっていう判断マジ正しい。暗闇タイムの5分ですら一人タイムは絶対危ない。そうだね、この東尋坊ですね。はい、レートは SSS。 はい、でしょうね。あいや全然なんか久しぶりだ SSS で納得してる感じ。この最近ないもんね。そうだね、うん、文句なしの SSS、 ワンチャン S4 つでもいいんじゃないか、うん、そんな気持ちにさせられました。この動画少しでも怖いなと思った人はチャンネル登録と高評価、そして通知登録をよろしくお願いいたします。お願いします。まだまだ視聴ご覧の間続きますんで、はい、引き続きチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。はい。というわけで次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。首をなんかやってるね。うん。あ、本当だ。あなたは今ここにいますか。ほらほら。大丈夫かな。おいおい。急に急に。おいおい。あなたはここで亡くなられた方ですか。表情がやばいんだよ。うん。まだ見てる。めっちゃ怖いこと。さっきのスピリットボックスで女の子の声聞こえたじゃん。うん。